時は3月、古戦の率が変じて駅では散らい吹く。いぶかし穴、陰陽を歩って再び無に帰すべき命数じゃよな。毛は南南東、十二支で言えば身の方角。やがて水木来たれば。 蛇こそ我が命運の分かれ目とや。来たな、愚か、荒島る。俺は確かに愚かだが、それにやられるおめえは大たわけに違いねえぜ。なあ、無名道人。いや、この村そうか。 ああ、その首に何やら怪しき守護の影。よく目を凝らさば。ああ、毛に現れしは白蛇のせいであったか。わらわを一目で見抜くとは、ただの陰陽連れとは思えぬ。禍々しき邪念を放つその方。 一体何者か。しかりこの村総監、それも仮の姿。我は元来この日の元の者にあらず、大明国14代真相皇帝に仕える総祖官と申せし同志なり。密命受けて渡り来たるは、 日の元の首領を暗殺し、混乱招くため、皇帝は隙に乗じてこの地に攻め込み、領土を奪おうと計画された。民は塔に滅びた。14代皇帝のようなら、今より100年も隔てがある。仙骨なくとも不老調整の法を得たり、 命長らえ早130年。時節を待つ間に国を失えど、我が使命は今も変わらず。愚か、どんな新鮮もこの洞窟に踏み入らば抗う術はなし。この日の元の転覆図る我が野望の邪魔はさせぬ。 あいつめ、怪しげな術を使いやがって、どこに逃げた。これはどうしたことじゃ。洞窟の中を隔離用の風が吹き抜けておる。冥府窓を自在にし、夜道を開くか。<笑>あの世への道か。確かにここは血生臭い上に息苦しいや。 呼び出すのは誰だ。裏切り者荒島れの火薬で死んだこのわしを呼ぶのは。この骸骨は俺がやった忍びどもか。無名道人が術で呼んだのはムクロ州の死人か。恨めしや荒島る。 よくも俺の我慢の術を。役立たずはいらぬと始末され、術の肥やしとなる浮き目。おめえは油だかぶらだ。そうか、無名道人に見捨てられたな。それもムクロ衆の掟だろ。俺を恨むのはお門違いだ。 またも抜け道の忍び文字。大将首はあっちか。罠だとしても他に道はねえ。
広い場所に出た。おそらくここが本堂だ。それにしてもひでえ匂いだな。ここは特に血生臭いや。どうした白蛇？体が真っ黒じゃねえか。こりゃ一体。お主をメイドの正気から守ってそうなったのよ。そりゃどういうこった、無名同士。隔離世の風に身をさらせば、人はたちまち乱心し、命を落とす。蛇が代わりになっておらねば、お主もとうに死人であった。だが、正気をそれほど受ければ、神座にある者とて無事には済まぬ。邪神を覆う黒い染みは、死の汚れ。哀れよ、祓い。今すぐこの怪しい術を止めてくれる。無駄なあがきよ。乱心法隔離用の術は破れん。蛇は洞窟から出られぬまま、たたり神に落ちるが定めよ。どうした？どうやらお主も、正気に蝕まれ始めたな。守護なくば、すぐにも死人らの仲間入りよ。どうやら、駅は吉兆と出たか。奇遇であったわ。さて、そいつは、どうだろうな。ナムサツタルマブンダリア、守護聖典払いそ払いそ。おのれその秘文は、十社の名数を守護の力に変える術。油田に与えたはずの巻物を使いおったな、Arashimaru。小賢しいや。神気が溢れる。汚れなぞ、立ちどころに清めん。死んで、てめえの手駒に戻るぐれえなら、地獄の方が千倍マシだ。何がどうでもその首一つ、掴んで地獄に飛び込むぜ。聞くがいい。耳なしの方一目が平家の勇気をも魅了したという。これぞ、妙音菩薩。弁財天の目でし、美は現状。意味の旋律に死人らは群がり、ガシャドクロとなりしぞ。Good job.
Yeah.
百年を経て、至りし秘術も、破られる定めとや。岡部幸恵が無念。一矢あかねまでが、今こそ晴らさん！おのれ、嵐丸。おのれ、白蛇。おのれ。やっぱり生きてやがったか。微塵転身を教えたあんたが死に際に芝生だなんて、三文芝居もいいところだぜ。まあそう言うでない。実はわしは尾形家に雇われた忍びで、ムクロ州に入り込み、長くこの村総監の行方を探っておった。素性を怪しまれ始めたので、死んだことにして隠れておったが、おかげで仕事が片付いた。どうじゃ嵐、一緒に来ぬか。忍び文字には助けられたが、あんたの踊りはこりごりだ。自由になったからにはもうどこで死のうが俺が勝ってよ。ほほほ、そりゃあすまなんだわい。わしはもう行くが、まあ気が変わったらいつでも来い。縁があったらな。ありがとよ。すっかり綺麗に戻ったじゃねえか。無明道人の横島な術の中に遅れを取っただけじゃ。天地にあれば汚れを払い不浄を清めるは神の意徳ぞ。確かに霊言新たかな神様だ。言う通り七夜まで生き延びた。たたりじゃ死なねえなんて言って悪かった。Arashimaru、それは そなたは親子の情などないと嘘吹いた。やはり、テテゴの仇討ちであったな。ああ、無明道人の最後に言ったあれか。つい勢いで口をついた。あの野郎がもっと悔しがるかと思ってな。それだけだ。心根は隠しても、わかると言うたであろうに。そう思いたいのならこれ以上は聞かぬ。七夜を共にし、そなたのことがよく分かった。神社も神教もせんなきことなれば、クイルと申さばその命、失わせずともよいぞ。そりゃねえな。どういう理由でもやっちまったら罪は罪だ。
神様が罰を当てねえじゃ、天地の道理がひん曲がる。命なんざいらねえが、代わりに、一つ二つ頼みてえことになる。俺が死んだらこのそっくり、伝五郎に渡してやっちゃうくるまいか。もう一つ、俺が盗み出した宝は、白金ヶ淵の神社の床下に隠してある。悪いが、そいつも返してやってくれ。かつみの稲垣姫に願い立てまつる。ちゃんとした拝み方は知らねえが、まあ、これでなんとか頼む。そなた、弟がために死ぬ気でいたのか。もともと死んでたようなもんだ。八方丸く収まるんなら、俺のつまらねえ生涯も、ここに来てできすぎだ。愛わかった。その願い、必ずや。見ろよ、七夜が明けるぜ。日の出前の空に、雲も高く生えて、気持ちいいことこの上にや。夜明けなんぞ来なくとも、俺にはこれで十分だ。神にとっては死は汚れ。なれど、そなたの死でつけしこの黒い死も払い消さず、この胸元に留めておこうぞ。これだけはずっとこの胸に。岡部伝五郎、目を覚まして聞くのじゃ、伝五郎。あなたは一体。我はこの白金ヶ淵に祀られし白蛇、克実稲垣の姫神なるぞ。ゆかりあって願いを叶えんがためにこうして現れた。さ。桶の中に。よく見れば、これは宿敵、Arashimaruの見印。主家、尾形にガイネスムクロの資料と、岡部幸恵の誠の仇、この村総監は、そなたが兄、赤根丸が見事討ち取った。奪われた宝もこれに。持ち去られた宝の矛まで。兄が取り返したと言われたが、さらわれたと聞いた兄は生きていたのですか。赤根丸は己の素性も知らず、忍びとして育てられた。親を手にかけ、真実を知るが、もはや、この世の人にはあらず。忍び、まさか、兄、赤根丸とは、この。よいか、その仇の身ぐし、年頃に弔い、決して癒しめることなかれ。さもなくば、そなたと、家のためにならぬぞ。夢この件、忘れぬよ。察すれば、白金の土地神は、岡部の家を長野守る。
8の字。神社への道はこっちだ。白蛇様を拝んでいこうと言い出したのはおめえだろ。急ぐ旅でもねえんだ、うるさく言うな。そこにもほれ、何かあるみたいだ。せっかくだし、見ていこうや。おいじいさん、この石碑は何か言われがあるのかい？おや、旅の人だね。この辺りじゃこの塚は荒首さんと呼んだら、岡部というお侍の子が行方知れずの親の仇を首だけになっても探し出し討ち取ったという話があってんだ。その首を弔ったのがこの塚での、そういう言われがあるためか、荒首さんにお願いすれば諦めた伏せ者も見つかると言われとる。お、ジョーちゃんは何をお願いしてるんだい？私、買ってもらったばかりの大事なマリをなくしてしまったの。だからこうして毎日荒首様にお願いしているのよ。偽物いずる荒首塚か、恐ろしげなところがまた効きそうだね。よし、俺も一丁拝んでいくか。振られまくって見つかんない恋の相手がどうか見つかりますようにと。ほい、なくし物が見つかるとかいう噂のつかがこれかや。よくは知らねえが、そうみたいだぜ。どうした坊主、おめえもなくし物か？こんな乙女を捕まえて坊主と間違えるとは見る目がないの。お前、嫁の着てがないじゃろ。まったくとんでもねえや。これもたたりのうちだってんなら、是が非でも死なねえ方を選んでいたろうに。なかなか人気があるではないか、Arashimaru。そもそもなんでおめえの参道の途中に俺の塚があるんだ。こう往来が多くちゃ、ちょっとも落ち着きやしねえぜ。伝五郎のおかげで尾形家が神社も立派に建て替え、今では参拝者も大人だな。なりゆきじゃ仕方あるまい。こんなへその曲がった神様に祈ったってご利益なんざあるもんかい。おや、どこへ行こうというのじゃ、Arashimaru。こうしててもしょうがねえから、マリを探しに行くんだよ。あの娘、毎日来てお願いしやがるから気になっちまった。待て待て、わらわも一緒に行って手伝ってやろう。のらりくらりとしやがって。てめえの神社はほったらかしでいいのかよ。もちろん願いは届くぞよ。どんな小さな声とて聞き届けぬ神はおらぬ。もちろんそなたの願いもの。チッ、勝手にしろい。
仇の首を持ち帰った伝五郎はほどなく家督を継ぎまして、白蛇の言葉を終生尊び、岡部家は長く栄えたと伝えられます。その伝五郎の建立した墓碑は願えば霊言新たかとされ、嵐丸の魂魄がとどまって守り神となったという者もいたようです。さて嘘か誠か、七夜たたり妖魔人伝と題して弁じましたるこの一編、物語にちなむ神社に祀る一節としてこう残っております。村の鎮守の白金神社、猛で神前鈴のおふれば、汚れも邪念も迷いも晴れて、住める心は新女の月よ。白身にまとう染み一つ、淵より昇る守護の蛇、鳴るわぬのびく滝の水、日は照るとも絶えずと歌り、絶えずと歌り。